モーナ・ナラマク・シメオナは、アメリカ合衆国ハワイ州出身のカフナラバーウ。現代版の方をポノポノを考案し、アメリカ、アジア、ヨーロッパで教え広めた。モーナは1913年5月19日、共に、ハワイ先住民である父・キモケオと、母、リリアのもと、ハワイ州ホノルルで生まれた。母、リリア・シメオナは、カフナ・ラウカヘイアの最後の一人として認められていた。 モーナは、ロミロミマッサージの施示者で、10年間、カハラ・ヒルトンホテルとロイヤル・ハワイアンホテルで、ヘルススパを所有及び運営していた。ヒルトンスパでのクライアントには、リンドン・ビー・ジョンソン、ジャクリーン・ケネディ、アーノルド・パーマーがいた。1983年に、ホンパ・ホンワンジー・ミッション・オブ・ハワイ・アイから、人間衆宝からとして表彰され、カフなラッパーウとして認められた。 1976年、モーナは、ハワイの伝統的な許しと和解のプロセスであるほ、オポノポノを、現代社会に適合する方法に改変し始めた。この新しい方法は、彼女の受けたキリスト教教育、インド、中国、江戸川慶心に関する、哲学的研究の影響を受けている。ハワイの伝統、神聖なる創造主への祈り、 輪廻転生とカルマの結びつきの問題が組み合わさった、結果、伝統的なグループによる方法とは異なる、自分一人でできる問題解決方法が生まれた。彼女は伝統的な概念を現代的に応用することに何の後ろめたさも持っていなかったが、ハワイの純粋主義者の中には批判をするものもあった。彼女のシステムはセルフの3つの部分の協力関係を築くために、 ほおポノポのの技術を使っている。潜在意識、表面意識、超意識という用語だけでなく、ハワイ語でも呼んでいる。国連アメリカ、ドイツ、オランダ、スイス、フランス、ロシア、日本を含む14カ国以上において、法ポノポノについてのトレーニングと講演を行った。ハワイ大学や、ジョンズ・ホプキンズ大学などの高等教育機関、医療機関、宗教機関、 企業で発表を行い、1982年には、ファーストワールドシンポジウムオブアイデンティティ・オブ・マンを開催した。ある記者は、心の安らぎを得る方法を人々に教えているとき、シメオナの存在、声、静かな雰囲気には、とても穏やかで、心を落ち着かせる何かがあった。と語った。新しい方ポノポノを広めるために、 1970年代から1980年にかけてザ・ファンデーション・オブ・アイ・インクを設立し、1990年にはドイツでパシフィカセマナースを始めた。3冊のテキスト、セルフ、アイデンティティスルーホーポノポのベーシック1、ベーシック2、ベーシック3を表した。ベーシック2とベーシック3に期間が推奨されているのは、 神聖なる存在に対する深い敬意を育むためのものであった。1990年にはベーシック1の英語版がドイツ語とフランス語に公式に翻訳、印刷された。1990年の秋、講義とセミナーのための最後の旅としてヨーロッパを経由してエルサレムを訪れた。1991年1月16日にドイツへ戻り、 1992年2月11日に亡くなるまでキルヒハイムにある友人の家で静かに暮らした。自由の像の石膏模型は現在、連邦議事堂のビジターセンターに展示されている1992年3月25日、上院議員のダニエル・ケイアカカが猛名を称賛したことが連邦議会議事録に記録された。連邦議事堂の上に立つ 自由の像のオリジナル石膏模型が保管されていることをモーナが知っていたためである。モーナは石膏模型を修復するために2万5千ドルを集め、この石膏模型はラッセルセネートオフィスビルディングに展示された。赤川、これがモーナを解雇させるものになるだろうと語った。ありがとうございます。